こんにちは。劇作家の重信です。エスカの土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、恋なんて本気でやってどうするの。第3話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、このドラマもまたまた面白いドラマですね。はい。いきましょうか。はい、えっと、二分のところ。はい。広瀬さんのね。はい。一人で。え、あの、いろんなところを。 み見て回ると言いますか、うんうん、気になってしまうと言いますか、うん、はもう,こう出,さない出さないですけど、非常にねこう体に影響力のある <laughs>、うん、<laughs> 良い演技でしたね。す晴らしかったと思いますね。そ、うん、そうですよねあ<ー>まあその状況的に<ー>なんだろうその平常心ではいられない状況。 っていうところですよね。うん、私ね、あの、多分デリケートなところなんだろうけど、非常にうまかったね。うん、説明しすぎず、うん、うん、かといって。何を感じてるのかは、なんかこう、見てるとわかるみたいなね。そうですよね。絶妙なラインはやっぱうまいですね。うん、よかったと思います。はい。 で、えー、11分のところ、はいえー、広瀬さんと松村さんのねいよいよデートが始まったっていうところなんですけど、うん、なんかねこの2人の力がこうひゅってこう抜けていて、うん、なんかきっとこういう会話するんだろうなぐらいのあのプライベート感がありなんか覗いてるような感じなんですよね。うんうん そう,そうですねう。だから相手の言葉が入ってくる入ってくる。うん,うん。私、ああ、今、2人でこう、なんだろうな、同じものを感じてるな、同じものを見ているな、瞬殺でわかる、素晴らしい演技だったと思いますね。そこをねあの、ずっと歩きながら、ずっと進みながら、ポン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 って話していくっていうのもね、すごくいいところだったですよね。うん、素晴らしいですよね。うん、テンポが出て よかったですよねそう、うん、はい。次が23分、広瀬さんと松村さんのこうガラスののところを作るところなんだけど、うん、ここもね、やっぱ素晴らしいんですよね。うん、なんかね、2人、特に、ね、広瀬さんがこうなんかこうパーンってこう笑ったり、うんあ、どうしたの、どうしたのとかっていう、なんかね、 なんかアンテナがこう鋭いし、うん、いろんなアンテナが立っているし、うん、それを見つけた時のこう衝動ってそう呼ばれるんだけど、うん、こう何かをする前にこう体から出るもの,の反応なんですけど、うん、そがねやっぱね弾けるように見えるんですよねパンパンあ、うん、パンあ笑ったパン、うん、あ、近づいた、うん、ねあのパンあ、今興味を持っているあパン今緊張しているみたいなね、うん、こんな いけるのが、ね、いやだからめちゃくちゃ感性が豊かな方なんでしょうね。うん、おだしそれをお芝居で使っているだけのその技量となんかだし自分を知っているというか、うん、おだからこれはね衝動だけはね操れないって言われているんですよね、うん、自分の意思では。うん、そうあの響くしかないっていうか。こうん だからそれがね素晴らしいんですよね。おーいやー、すごい話ですよね。すごい話。いや、響くしかないっていうのはやっぱすごい話ですね。<ー>なんだろうその、その人が積み重ねてきた人生がそのお芝居に現れてしまうみたいな、<laughs> なんかそういう怖い話でもあるところですよね。<ー>うん、こればっかりはね、<laughs> そう、どうしようもないうんですけど、やっぱ素晴らしい、素晴らしいんですよね。ももととね多分普段から 感性感受性が豊かな方なんだとは思うんですけど、た多分そうですね、一個一個、その場で起こる出来事に、ンあと反応していくっていうことですよね。ふだ段めちゃくちゃ疲れちゃったりするんじゃないかなとは、思うんですけど繊細だからこそっていう、変化に敏感だったりとか、敏感だからそれを感じ取れるけどっていうところですよね。 そうある程度ねあの普段はこう蓋をして多分生活をしているんですけどうん、うん、まあ,あの僕もそうなんですけどみんなはそう生活してるんですよ蓋をね、うん、そうしないと多分疲れちゃいますよねそうそういきなり切れちゃったり、ね、いきなり泣いちゃったりするやつになるからね情緒不安定とねちょっと紙一重というかあそうですねそうですね,そう,ですねそう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  そのねたが非常にね薄いというか、うん、外してるぐらいの弾き方なんですよね広瀬さうんは、うん、めちゃくちゃそう素晴らしいですよねそう繊細でこう敏感に反応できて動けるっていうのはう、ね、多分そうですよねはいはいで次が31分、はいえー、藤木さんと、うんえー、西野さんがこうスフレをね 食べる、うん、食べないのこうちょっとの前のあたり、うん、その前の電話からねいや、うん、なんかねこの西野さんもね非常にこう寂しいというかこうやるせないというか、うん、多分どうしようもない、うんえー、みたいなのがね、うん、あぶつける場所がないからねだからその自分の中でそう込めてしまっているっていうのが、うん、まあ出てきて。 でその後忘れ物して帰ってきた時にちょっとその蓋が外れて、うん、そのね藤木さんを入れようというするというか,、うん、か受け入れるなんか自分の世界からちょっと世界が広がるっていうところなんですけどね、うん、ここも素晴らしかったですね。で藤木さんの入ってきた方もね、うん、あのまあ絶妙にこれは話聞いてもらうわなっていうような。うんうん 西野さんに合わせてこう入ってくるんですよね。うん、だからその後ほんの、ね、ちょっとしたこうやり取りなんですけど、うん、非常に、ね、プライベート感のあるそう自分の中にそう入れるっていうニュアンスがやっぱ強いお芝居になってるんですよね。素晴らしかったと思いますねねそうです、ね、すごくジェントルというかな入り方だったと思うし,しそのあとの距離の縮まり方もねそう素晴らしかったですよね。うん うん、そうなんだだよねそうだから西野さんがその自分のものとしてその前の電話を、うん、自分のものとしてちゃんとうやるせないっていうのを感じてない限り、うん、その後のこの藤木さんが入ってきようがないんですけど多分西野さんが非常にこの電話から本当にこう響いているというか、うん、うん自分のものとして捉えていて。うん うん、で、そうちゃんとここのパートをやったからこう、その後ががーっとこうまくいってますよね、素晴らしかった。なんか変な話ですけど、ちゃんと傷ついてるというか、そう,そう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 、<laughs> そういううううことですよね多分 <laughs> <laughs> そうそうそ,うそうあの傷つきがさ、もしさ、浅かったら、うん、いや、浅いなんてことはないんだろうけど、うん、<laughs> もし浅かったら、藤木さんもね、ねど,ど,どうしたのもう なんかあどしたのっていう軽いライトな感じになるんですよね、うん、多分次が藤木さんぐらいこう相手に合わせられると、うんうん、そうなってくるとこうずれ始めますよね多分そうですねそのドラマの,その目的というか意図してる部分とはちょっと離れてしまうっていうところですよね。それをちゃんと2人ともこう役割を、ね、全うしたというか,うんうんか素晴らしい演技だったと思いますね。 いやあ、お芝居っての恐ろしいもんですね。すねちゃんと傷つかないといけないっていうのもまた、なんかそうね、<laughs> なんだろうね、残酷なところでもあるというか。でも、あの、繊細ですよね。うん,うん。出てくる人が、やっぱり。そうそうですね。うん。うん。面白かったですね。そうですね。でね、まあ一番最後。はい。やっぱこの、ヒロさんがこう。 うまくいかないというか疑ってしまうといいますかね。まあ疑うというか。そうでもこれもまたあですね。前のシーンでお母さんとのやり取りがあってからのっていうところですよね。最後。まあそうなるよねっていう。いやそうなるよねってね。 うん、そう見えてるってことは非常にね<や>素晴らしいことで。いす晴らしいことですね。そうそうなんですよね。しねそうね主人公のそのね過去が本当にあったように確かに感じられるしそうあるからあったから母親との関係が少しうまくいかないっていうところがあるから今やにつながっていてそれが。 声に対してこう前向きに踏み出せないみたいなところにちゃんとつながってるっていうね、ところっす、ね、ですよね。うん。そう。あと、このドラマ、の照明というか光の明暗というか、の作り方がすごくうまいというか、うん、ね、すごく綺麗ですよね。うん、それもすごくいいなと思った。楽しみですね。うん、面白かったですね。はい。 というわけで、えー、恋なんて本気でやってどうするのの第3話でございました。ありがとうございました。いはい、えー。この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います、えー。お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。